ヘンリー・ロビンソン・ルースはアメリカ合衆国の雑誌編集者、出版社である。当時のアメリカで最も影響力のある民間人と呼ばれたアメリカの雑誌界の大物である。彼はタイム社を設立し、タイム、ライフ、フォーチュン、スポーツ・イラストレーテッドを創刊し、それらの編集を指揮した。彼が創刊した雑誌はジャーナリズムとアメリカ人の読書習慣を変えた。また、 タイム社はタイム氏に関連したラジオ番組やニュース映画を制作し、世界初のマルチメディア企業となった。1941年には彼はアメリカが世界の覇権を握ることを想定し、20世紀をアメリカの世紀と宣言した。ルースは1898年4月3日に長老派の宣教師だった父ヘンリー・ウィンターズ・ルースと母エリザベスの息子として生まれた。 両親は1897年に宣教師として、新国に渡り、翌年に、山東省東州府蓬来県で活動中に、ヘンリーが生まれた。父は中国に、合計31年間泊まり、後に、西路大学や遠京大学の副学長を務めた。10歳の時、中国内陸伝道協会が設立した、寄宿学校、芝生学校に入学した。15歳の時、 アメリカに留学して、コネチカット州のホチキススクールに通い、学校内の月刊誌、ホチキスリテラリーの編集を担当した。ここで、生涯のパートナーとなるブリトン・ハデンと初めて出会った。当時、ハデンが学校新聞の編集長、ルースが編集長補佐を務めていた。二人はイエール大学に進学し、学生新聞、イエールデイリーニュースのハデンは会長を、 ルースは編集長を務めた。ルースは、フラタニティ組織アルファデルタファイト秘密結社、スカルボーンズのメンバーでもあった。1920年に、イエール大学を卒業し、派伝と別れて、オックスフォード大学で1年間歴史を研究した後、シカゴデイリーニュースが身の見習い記者となった。1921年12月、ルースは派伝と再会し、 ボルチモアニュースアメリカン紙で働くことになった。1922年、当時23歳だったルースと派ンはニュース雑誌のコンセプトについて毎晩議論したことがきっかけで今の仕事を辞めてニュース雑誌を創刊することにした。その年の後半、ロバート・リビングストン・ジョンソンともう一人のイェール大学の同級生とパートナーを組み、 ニューヨークでタイム社を設立した。10万ドルの目標のうち8万6000ドルを集め、1923年3月3日にタイム氏の総刊号を発行した。ルースはビジネスマネージャーを務め、ハデンが編集長を務めた。ルースとハデンは社長と会計秘書を毎年交互に務め、ジョンソンは副社長と広告部長を務めた。1925年、 ハデンがヨーロッパを訪問中に、ルースは本社をニューヨークからクリーブランドに移転することを決めた。クリーブランドの方が物価が安く、ルースの最初の妻ライラがニューヨークを離れたがっていた。ハデンが帰国した時、彼は学然とし、本社をニューヨークに戻した。1929年にハデンが休止し、ルースがハデンの職を継いだ。ルースは1930年2月に、 ビジネス雑誌、フォーチュンを創刊し、1936年11月には、ライフを買収して、フォトジャーナリズムの週刊誌として、再創刊した。彼はまた、ラジオ番組やニュース映画のシリーズ、マーチ・オブ・ザ・タイムを制作した。1960年代半ばまでには、タイム社は、世界で最大かつ最も権威のある、雑誌出版社となっていた。 フランクリンディ・ルーズベルト大統領は、ほとんどの出版社が自分に反対していることを認識していたため、1943年にすべての出版社とメディアの幹部に対し戦闘地域を訪問することを禁止する命令を出した。ルーズベルトは、ジョージ・マーシャル将軍にその命令の施行を担わせた。その命令の主なターゲットは、ルーズベルトに長い間反対していたルースであった。 歴史家のアラン・ブリンクリーは、もしルースが戦闘地域の訪問を許可されていたら、彼は世界中のアメリカ軍を熱狂的に応援していただろうとして、この動きは間違っていたと主張している。しかし、ニューヨークで足止めを食らったルースのフラストレーションと怒りは明らさまな党派性をもって表現された。ルースは1944年に編集長の T.S. マシューズの指示を得て、 ウィテカー・チェンバースを外国法の臨時編集長に任命したが、チェンバースは現場の記者との確執を抱えていた。1964年までタイム社のすべての出版物の編集士官を務めたルースは共和党の有力なメンバーとしての地位を維持した。反共主義的な感情を持ち、共産主義との戦いという名目でタイムを利用し、右翼の独裁者を支持した。いわゆる チャイナロビーの後ろ盾となった人物であり、中国国民党の指導者である、紹介石とその妻である、総美霊による対日戦争を支持するように、アメリカの外交政策や国民感情をかじ取りする上で大きな役割を果たした。共和党政権で国務長官になるという野心を抱いていたルースは、1941年にライフ氏に、 アメリカの世紀と呼ばれる有名な記事を執筆し、20世紀の残りの期間とそれ以降のアメリカの外交政策の役割を定義した。台湾、台中市の東海大学にあるじ、思いよしのりとルースは、イエール大学在学中の1919 19年に、最初の妻となるライラ・ホッツと出会った。二人は1923年に結婚し、ピーター・ポールと、 ヘンリー・ルース三世という二人の子供を設けたが、1935年に離婚した。1935年に二番目の妻クレア・ルースと結婚した。クレアには11歳の娘アン・クレアがいたが、彼は自分の子供として育てた。ルースは、セーブ・ザ・チルドレに USAA、メトロポリタン美術館、ユナイテッド・サービス・ツー・チャイナ・インクなど多くの事前活動を支援した。 ルースは1967年にアリゾナ州フェニックスで死去した。死去の時点でタイム社の株式を1億ドル分保有していたとされる。遺産の大半はヘンリー・ルース財団に寄付され、息子のヘンリー三世が同財団の会長兼 CEO を長年務めた。遺体はサウスカロライナ州のメプキン修道院墓地に埋葬されている。台湾。 大中市の東海大学のキャンパスにあるじ、思いよしの堂は、ヘンリー・ルースが、父のヘンリー・ W ・ブルー・ルースを追悼するために出資して、建てられたもので、i m p a によって設計された。イエール大学のヘンリー・アル・ルースホールは、ヘンリー・ルース財団によって建てられたもので、マクミラン国際、地域研究センターの本拠地となっている。ジョン・ホスター・ダレス クレアブースルーチェリンク https コロンスラッシュスラッシュ chronic lin gamerica.loc.gov スラッシュデータスラッシュ b c h e s l a s h n c u i リスバージョンデータ s n 七千八百万百六十九零零二七九五五八二五 a 十九億千七百三万二百一零零二二 PDF ありがとうございます。